1709年、徳川綱吉の没後に、甲府宰相徳川綱重の子、徳川家信が六代将軍に就くと、柳沢義康や荻原重秀を更迭し、蘇我用人真鍋昭房や朱子学者の新井白石を重用しました。政治の刷新を意図して、生類憐れみの令を廃止し、新たな貨幣の鋳造に着手しましたが、わずか3年余りで死去しました。7代将軍となった徳川家継は幼少で、真鍋昭房と新井白石が引き続き政務を主導しました。将軍職の権威を高めると同時に、朝廷との融和を図るために官員の宮家を創設します。また朝鮮との関係では、朝鮮国王の国書をそれまでの日本国大君が国王より下位だとして、日本国王に改めて将軍の権威の扶養を図る一方、朝鮮通信使の待遇を簡素化しました。財政面では金の含有率が低い元禄金銀を改めて慶長小判と同率の聖徳金銀を鋳造して、物価の投機を抑えようとしましたが、前代からの度重なる貨幣交換で市中は混乱しました。また貿易で金銀が流出するのを防ぐ目的で開白御師神令を発布します。新井白石の政治は儒教的理想主義の傾向が強く、経済面では現実と合わない側面もありました。